お疲れ様。お疲れ様です。こんばんは。さっきまでちょっとファンクラブの方の配信してたんですけど、歌を歌おうということでショールームに流れてきました。こんばんは。かわいい、ありがとうございます。嬉しいです。今日仕事終わりなんで、朝から2個お仕事してきて入ってきました。最近多いでしょ、私がショールーム配信するの。なぜかと言ったら、やっぱりAKBの時より余裕があるから。明日朝早くないからさ、あと覚えることもないからさ、余裕があるのよ。穏やか、とっても穏やかに過ごしても、今日でもちょっと緊張仕事だったんで、今日が終わったからとってもホッとしています。服かわいい、ありがとう。ちょっと目立つんだけど、え、時間に余裕があるなら掃除しましょうって言われた。曲がってるんだけどさ、明日やります。明日はまつげパーマいきます。こんばんは、こんばんは。実家帰りたい。でも今お盆だから人多い。ハロハラ、よく覚えてますね。私がハロプロを押し付けることをハロハラと言います。ハロプロハラスメント、通称ハロハロハラです。今日も綺麗だね、ありがとう。みんないっぱい褒めてくれるじゃん、ありがとうね。朝やんはやってなかったんですよ、私の住んでる鹿児島が。だから結構後追いですね。そう、お金高いよね、飛行機とか。え、ハロハラのおかげでハロプロの曲を覚えた、ありがとう。今日お風呂上がりのビジュ、今日は普通の収録のビジュです。テレビに出た時のビジュでやってきました。お母さんから、お母さんと LINE してた。お母さんから、ショールームだね、楽しんでって来た。親って娘がショールームすることに対して楽しんでねって言うの。え、変な音してる、嘘でしょ、やめてよ。え、何、チリチリする、え、どうしたらいいの、ちょっと待って、どう、まだする、え、何、怖い、治った？これでした、ごめんなさい。私のモバイルバッテリーの音でした、すいません。これを抜いたら治りました。今大丈夫？ごめんね、多分これだ、これ取ったら治った、これの接触かも。ちょっとまだある、これっぽいよね。今大丈夫？多分これかも。でも最初からつけてたんだけど、これじゃないよね、この音、これ、これじゃないよね。じゃあこれだ。え、さっきのファン、あ、ファンクラブで鳴ってた、これだ。さっきもこれやってました。服普段着ですか、私服です。びっくりでしょ。いや、充電しないと電池なくなると思うじゃん。70以上あるから大丈夫、大丈夫です。大丈夫？よかった。じゃあカラオケします。私がただ本当に歌うこととカラオケが好きすぎて正直配信してるってのはある。カラオケルーム代わりに使ってるリップはメイクさんのやつの、今日 U ピンク使ってたかな、一番使ってたかも。あと上からフィーっていうやつのグロスを今日はちょっと出しちゃいました。紹介する曲とてもいいです、ありがとう、ありがとうね。え、私ってドキドキラブメール歌った？歌ってない気がするんだけど、どう思う？もうかけちゃったけど、歌ってたら教えて、どう？
ドキドキラブメールは絶対聞いたよっていう人いる？こんばんは、こんばんは。歌ってないよね。トロピカール恋しているとグッバイ夏を歌った気がするけど、じゃあ歌っちゃおう。じゃあ、今日もさ、もう結構声出してきた。まだ歌うのって話。あややのデビュー曲。ハロプロ以外も挟もう。
カラオケランキングでも見てみようかな。あれ歌ってみよう。本当に一回も歌ったことないけど、歌ったことない歌を配信で最初に歌うのどうなのって話なんだけど、ちょっと本当はキー絶対変えた方がいいんだけど、いっか、ちょっと出ないとこあると思うけど、今日はハロプロをちょこちょこ入れていく。意外でしょ、出ないかな。夢ならばどれほど良かったでしょう。引く未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取り見返るように、浮いた思い出の誇りを払う。低かった。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してたくらい。暗いまま、きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。こんなに低いの？知らなかった、すいません。お耳汚し失礼しました。ちょっと木あげればよかった。でもすごい好きなの私レモン。いい曲じゃない？あの日の悲しみさえ、私ソロコンのカバー曲のコーナーでレモン結構ギリギリまで候補に入ってた。カラオケランキング、どうしよう。人気のカラオケランキング、ちょっとだいぶ低かった。戻らない幸せがあることを、待って結構難しい。ちょっと待って、これ最近の曲すぎて全く分からなかった。こんばんは、こんばんは。愛の塊絶対はーちゃんと歌う。心配性すぎなあなたは電線、シャランキューも大好き。 My babe 君が先に眠るまでもったいないから起き、知ってるこの曲。ルーンあー明日、だから多分辛いんだけど、My babe、このまま行っていようか。愛の塊めっちゃ歌う、絶対歌うよ。心配性すぎなあなたは電車に乗せるの嫌がる。歌おう。入ってるよね。一瞬で太陽よ。一人で歌ってもちょっと寂しい。あれってやっぱハモリがいいから。あーはーちゃんといつか聞かせたいわ。はーちゃんとの愛の塊。イントロ長いんだよね。一番だけ歌う。絶対一曲目これなの。はーちゃんと。はーちゃん元気で昨日もご飯来てよ。みんな大好きなのが愛の塊。私も大好き。絶対にハーちゃんと1曲目はこれって決めてんの。カラオケ最後はキロロのベストフレンド。
心配性すぎなあなたは電車に乗せるのを嫌がる。まるでか弱い女の子みたいでなんだか嬉しいの。これも低い。あなたと同じ香水を街の中で感じるとね、一瞬で体温を蘇るから、ついて行きたくなっちゃうの。教えたいもの、見せたいもの、たくさんありすぎるのよ。言葉や仕草はあなただけのためにあるから、思い切り抱き寄せられると心あなたでよかったとたんの。クリスマスなんていらないくらい日々が愛のかたまり、明日の朝も愛し合うよね。最高、本当にこれでいつもこれでカラオケ始めるの。いつもいい曲いっぱいあるよね、キンキケツさん。愛されるよりも愛したい街って、私はなんかねスワンソングって曲が好き。オンゾーナに背負って、君は船に乗り乗る、桟橋の橋に立ち、あ、ちょっとハロプロ挟んでいい？2曲ハロプロ以外歌ったから一回ハロプロ挟ませて。今日こういうやり方でって言うから、普通ハロプロ以外歌ったらハロプロ歌うっていう、これ繰り返していこうと思ってるの私は。うわー、じゃあこれかな。これは結構まだ2002年ぐらいで知ってる人もいるはず。学校ではめっちゃ流行ってた。知ってる？後藤真希さん。いい曲だよ。大丈夫、聞くで以上5分、大丈夫、聞くで以上5分。入ってた。あ、知ってる、まあ、世代だったら30前後だったら。突然あなたがキスした、ひとりじめ幸せの瞬間、なまらない青春はきっとないらしい。でみと、あ、外しちゃった。夢のとても長い夜になって、大丈夫、きっと大丈夫。 Oh, it's easy、 きっとやる気次第。 Oh, it's easy、 全部自分次第。いい曲。そうか、あのタイトルはここにちっちゃく出ます、勝手に。チルルルチ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 ルルチルチルチン。あ、卒業して最初のソロ曲、確かにそうだったかも。てるるて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 る。え、コンテナのカラオケ時代、そんなまだシダックスとかない時。うわ、 HY のその曲懐かしい。最近あなた怪しんじゃ、なんで知ってるの、このその曲好きなの。携帯だってロックかかって、イエー、私のことはすごく怪しむくせになんだかおかしいよ。ちゃ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 、知ってるこの曲、アルバムのなんかいっぱいみんながやってくれてる。ちゃ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 
チャ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 生きてゆける君の声が今も胸に響くよ。それがふんふんさまようかけ君はふんふん泣いた。ハッピーエンドも歌ったしな。あの時言えなかった。どうしよう。早いものでと心がふんふんふん。もう好きなんだよな。言われて思い出せなく。私思い出せなくなるその日まで歌った。バックナンバーの私なんか歌ってる気がする。思い出せなくなるその日までかし。あ、クマ誰。クマ東京のスワンさん、ありがとうございます。クマありがとうございます。無理しないでくださいね。ありがとう。なんか歌ったような気。でもアルバムの曲だからあんまり知らない。You feel me special. プッチモギね、大好きよ。駅前の大ハプニング懐かしすぎ。駅前ポキティちゃんのポップコーンの歌。ハローキティこんにちは、キティはみんなの人気者。ダン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 、あがんだあった。優しいキティと一緒なら釣られて優しくなっちゃうよ。あん。いいですか今ので。ハローキティこんにちは、キティはみんなの人気者。似てるでしょ。あかん、トイザラスで聞く、わかる。あ、奏でね、それは歌えるよ。ツアーでも歌った。でもあれもイントロめっちゃ長いんだよ。サンリオ大好き。とっとかん、たあったか走るよハム太郎、海行こう走るよハム太郎、大好きなのは。AKB で前にやってたあいうえおカラオケ、いろんなアーティストさんバージョン。あ、確かに。あの曲から歌っていくやつね。あ、アーティストでアーが出てきた。てかアっていう曲2曲もあるんだ、このように。いやー、ここで歌える曲なんてだいぶ限られちゃってるからな。今愛まで来た。アイウィッシュはわかるよ、モーニング娘。でも結構歌ってんだよね。一人ぼっちで少し退屈な夜。うわ、こんなにいっぱいあるんだ。これ切れないね。アイ歌はね、大好きな君へか。ダメだ、あーで歌える曲一生決まらないわ。そのいろんな曲出てきすぎちゃって。アーティストでいく？あのアーティストにする？あーが出てくるよ。どうして、あ、アイコあるじゃん、アイコ。でも結構いろいろ歌ったよね。愛子さんめっちゃ聴くのに、なんか自信持って歌える曲があんまないんだよね。
アイズワンも出てくる。アイドリング、すごい、こんないっぱいあるんだ、いるんだ。あいみょん、君はロックなんか聞かないと思いながら少しでも僕に近づ、青色セブン、気合の入った女たち、やるときゃやるのさ、気合い入れて明日に向かって、赤組4、その前だったな。今日のあなたは少し優しく感じました。で、私やっぱ、はい、アグネスちゃんさんも出てきたよ。赤の上ひんなげしの花で占うはあの人の子、ふんふんちょっと待って、切れないかも。でもすごい面白くて見ちゃう、あのアーティスト。ちょっとごめんなさい、これまた今度先にリストアップしときます。あから切りなかった。なんかリクエストありますか。ごめんなさい、私がだいぶ限られてるんで、知ってる曲が。なんか聞いたことあるしよく聞いてるけど、自分が歌うってだいぶ難しいですよね。光るはセーティーシャツであった恋、ここにいるぜ。夏が始まった、合図が来た、寝るけど、ジャムのメロディーズ。泣いてるみたいな声が出ちゃうのずるいよ。じゃあ一回松田聖子さん歌おう。一旦待っててください。今一旦リクエストストップで。松田聖子さん聞きたいですをいただいたので、何にしよっかな。結構歌ってるよね私。私前も歌った時やっぱ制服好きなんだよな。卒業少々で、あ、スイートメモリーズもね。懐かしい痛みだわずっと前、やっぱ制服歌おう、これ大好き。宴で踊ってからカバタイム、それからめっちゃハマってる。卒業証書で高さの波に紛れながら自然にあなたの横並ぶように歩いてたの。4月からは都会に行ってしまうあなたに打ち明けたい気持ちが、でもだからね、これも言っとこう。パチパチありがとうございます。髪を切った私に違う人みたいと、あなたは少し照れたよう
綺麗だよと本当は言って欲しかった。あなたはいつもためらいのベルの向こうね。フレッシュフレッシュフレッシュ、夏の扉を開けて、あ、こんなんですっけ。私をどこか連れて行って、フレッシュフレッシュフレッシュ、夏の扉を開けて裸の二人包んでくれる。なんかサビだけ急に歌えなかった、申し訳ない。やっぱさ、90年代80年代の曲は本当にいい曲が多い。パチパチありがとう。かい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 。どうしよっかな。うわー、どっちにしよう、どれにしよっかな。うわー、どうしよう。歌えるかな、これ歌ってみよう。80年代、70年代。この音でいいのかな。ああ渚のシンドバッド、ここかと思えばまたまたあちら浮気な人ね。サーフィンボート小脇に抱え、美女から美女へ、ミキニがとってもお似合いですと簡単な土台で、ちょいとお兄さんなれなれしいわ。初めて歌った。唇盗む早業は噂通りだわ、あなたはシンドバッド、セクシー、あなたはセクシー、私はイチコロでダウンよ、もうあなたにあなたに溺れる。カバーをね聞いてたから。タワートビーさん、ありがとうございます。無理しないでください。ありがとうございます、嬉しいです。そう、 W が辻ちゃんかごちゃんがカバーしてたんで、少女 A 歌えんのかな。あんまり自信がない。少女 A、 うわ目遣いにか、盗んで見ているあんなたの視線が眩しいわ。ちょ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 、パフィーね、どうだろう、幼稚園すぎて。やわなハートがしびれる、北京ベルリンラブリンリベリアなってはになって、やば、幼稚園以来歌ってなくてうわ、サーキットの娘懐かしすぎる。笑って笑って笑って、これが私の、あ、近頃私たちはいい感じ、それってこれだけ、もぎたての果実のいいところ、そういうこと、ちょっと調べるね。幼稚園の時めっちゃ聞いてました。いい感じ、
ちょっと待ってね、今調べてます。サーキットの娘、懐かしすぎる。北京メロディーの空が開けるな。ちょっと歌ってみよう、アジアの純真。ああじゃん、さっきああんなに探してたの。あありました、幼稚園。ボイトレ通ってないのも歌の仕事がある前に自分で独学で勉強して自分で歌ってます。え、この二人だった。アイパッドカバー可愛いですけど、うわいけるのかな。初めて歌う。めっちゃ聴いてた。ビジアリナンガムランラザニアマンスだって気になって、気分イレブンアクセス試めそうか。8センチ CD、 そう長いやつ。世代の人がいる。白のパンダをどれでも全部並べて、 You are the heart が夜空で弾け飛びそうに輝いている、火花のように。めっちゃいいじゃん。パフィー良すぎ。ねえ、サーキットの娘知ってる？みんな。若原智美さんも歌いたいな。パチパチありがとう。ここは時空が歪んでる空間です。笑って笑って笑って、誘って誘って、お知らスマイルスマイル、しびれる呆れるスタイル、サーキットでの張り詰めてる空気を穏やかにするのが私の喜び。ネズミ色に輝くアスファルトがだ、すごい嬉しい。男たちの戦いを待っている、誰より早く帰ってきてね、私のところへお願いだ。で、完璧だったわ。パフィー結構好きだったっぽい。前さ、I'm Proud 歌ったよね、私。I'm Proud Go I Believe How to Lie。何から何まか何でもない、あなたが全て、私もどうにか輝かせるため苦しんだり。 I believe は何？あ、輝く白い Give me a chance, give me a chance、 これからの未来へ向かう戦い、 Give me a feel, give me a pan、 生意気な態度も時には譲る。冬のユーズって読むのこれ、何？生意気な態度も時には USE ってなんて読むの？冬の街に凍えてた寒い夜を憎んでいた、肩よりユーズ欲ほんの少し欲しい、どれほどの恋。この真ん中のとこわかんない。四五五、ちょっとわからないところは渡ら、ユースユーズユーズ、ちょっとわかんないとこもあるけど歌ってみよう。でもあれもあるよ、
ヘイテル、ヘイテルライ、ヘイテルライもあるよ。何から何まであなたが、あとあれも聞いてた、楽しく楽しく優しくね。あ、これもあ、あじゃん、意外とああった。ごめん、ちょっと多分全部はちゃんと歌えないけど、歌えるとこだけ歌ってみるね。いい？これもさ、本当のカラオケみたいに見えるガイドボーカルあったらいいのにね。私あの見えるガイドボーカルがあったら歌えるのにな。ちょっと雰囲気で歌います。雰囲気です。輝く白い恋の始まりはとても遥か遠く昔のこと。 Anytime and beam your smile、 どんな時でもあなたの笑顔を探してた。 Anytime and beamしながら歌うのくさ、吹き出しそうってどういうこと？笑いそうってこと？ニコニコして歌ってるんだよ、わざと。Give me a chance, give me a chance、 これからの未来へ向かう戦い。 Give me a spin, give me a pop、 生意気な態度も時にはユース、ユースだった。あ、違った、下だった。はい、語るよりぬくもりだけほんの少し欲しい日もある。どれほどの恋だめ、このあれだね、キー変わるんだね、上に。いい曲だ。 Give me a time, give me a、 そう、この時代の90年代がすごい好きなんですよ、母の影響で。確かにハロプロ行こう今。さてハロプロにみたいな書いてあったから、私がこれはあのハロプロをよ隙間に入れて普及したいっていう。私香水歌った、メロン記念日さんの。あ、私これ歌絶対みんなが知らなきゃ、今日、あ、今日じゃ、間違えました。あの私ね、石川梨花さん大大大好きって言ってるの知ってるじゃないですか。もういっぱいいろんな、もう結構この前もソレスノとかでも合わせていただいて、でも石川梨花さんがモーニング娘。に入るまで、私はもっとその前がラブマシンより前から大好きだったので、そうで、その前は
私安田圭さんが大体一押しだったの、本当に一番大好きで、だからそのメモリー青春の光とかふるさととかラブマシーンの時安田さんが大好きだったの。ちょっと言ってる、そう、え、知ってた、あ、そう、石川さんの話、そう、どっかでは言ったことあったかな、私安田さんが本当に大好きで、誰も多分あんまりせん、安田さんと矢口さんと市井沙耶香さんと誰だった、な、阿部、なっち、なんか4人でアルバムの曲歌ってて、私、あ、知ってた、言ってたか、あんま言ってないですよね、そう、私安田さんが最初好きだ、そう、もちろん今も大好きなんですけど、そう、小学校の時に、好きで、そう、乙女の心理学っていう曲があって、小学校2年生の時にこの曲が大好きすぎてライブで見て感動しちゃったの。これマジで知らず、あの2枚目のアルバムの曲なんだけど、安田さんと矢口さんと多分ね阿部さんと市井沙耶香さん、合ってる、違うかも、これ本当に好き、小2のセンスじゃなくない、このメロディー、え、好き？好きな人いる、そう、これ大好きなの、うてんべんでもうてんべんでもなぜだか受け入れないかなんべん夢かなんべんそう信じて生きてくの Kiss me tonight ね Kiss me tonight もっと優しくキスして恋したいただ恋したいもっと優しく愛してね、好きなの伝わるって単純すぎる私好きですかどうですか純粋すぎる私ね好きですかどうですか私は暗いですかリズムに合わせて恋を刻むのよあなたが全てよ世界的メロディーに乗せて恋を奏でましょう乙女の心理学、これがもう小2の時もう大好きだったの、もう満足した、え、知ってる人結構いるんだけど嬉しい、これが大好き、サングラスをかけてねその4人がやってたの、でもそのちょっと メンツ違うかも、矢口さんじゃないか、だって矢口さんタンポポ入ってたの、タンポポ入ってない人だった気がする、忘れちゃった、タンポポ歌おう、ごめんなさい、ハロプロ2連続許して、え、ラストキス歌った私、本当に好きだったあなたがいない、初めての恋終わった朝の日、タンポポのタンポポもいい曲なんだよ、誰か覚えてる人いますか、もう覚えてませんか、私はタンポポのラストキスを歌いましたか、今日何時までですか、あと1時間ぐらいかな、私はタンポポのラストキス歌ったのかな、タンポポもタンポポもいい曲だよね、朝の日ちょっと、あ、ラストキス歌ってた、よく覚えてるじゃん、ありがとうねじゃあタンポポのタンポポにしよう、これ本当にいい曲だから、全部ハロプロで全部いい曲って言ってるけど、タンポポのタンポポ聞いて、もっといいよね、女は愛を、ミニモニ知ってるよ、もちろんタワー、誰、闇おじさん、闇おじさんありがとうございます、本当に闇おじさんで合ってる、ありがとうございます、だって本当にいい曲なんだ、これはさ私のソロの曲とか好きな人も好きそうな音楽、朝の日差しちょっと眩しいけど始まるはこの場所であなたとの新しい夢とか未来とか胸がときめく、なんか信じてほんの少しずつその思い伝えたい、胸に向かって
が本当に好きだったの。私のソロ曲、ソロ曲みたいに歌ってる。全部歌っちゃうんだから。熱い視線もっと感じたい。少しだけ背伸びしたあなたとの出来事はいつでも何でも胸が高まる。一人ぼっちじゃちょっと辛いけど、この気持ち伝え合い、愛を信じてゆけば、いつかは未来へ。どこにだってある花だけど、世界中に夢を運ぶわ。どこにだって咲く花。ハロプロ歌いたいかも。もうハロプロカラオケにしていい？やっぱハロプロ歌ってる時の幸福度が違いすぎる。ハロプロ、もうハロプロカラオケにしていい？もう全然抜けていいので。いいよいいよ、優しい。どうせダメって言ってもやるんだろうと思ってるし。ハロハラ回避。どこにだってある花だけど、風が吹いても負けないのよ。どこにだって咲く花みたく、強い雨が降っても大丈夫。ちょっぴり だったらもっと知りたい。優しすぎ。本当に優しいじゃんみんな。じゃあ本当に私の好きな曲をどんどん紹介していくね。うわ、いっぱいある。うわ、これもいい。うわ、ありがとうございます。タンポポいい曲好き。うわー、どうしよう。いや、全部いい曲だからさ。うわ、あいつかは幸せが来るわ。うわ、声。これもさ、ちょっとさ、申し訳、モーニング先生、申し訳、私のソロ曲だと思って聞いてみて。私、本当に自分の曲だと思って歌うから。声っていう曲です。これは、6枚目のアルバム。声。
例え話が妙に説得力あるの。パパも同じようなことを言ってたけど、何かが違うの。いい曲、皆さん。自分の曲みたいにって言ったけど、私やっぱ聞きすぎてちょっとだけ真似しちゃうわ。今だいぶ抑えたけど。これは声という6枚目のアルバムの曲でした。とってもいい曲で、だから明るい曲も静かな曲もいろんな曲を紹介するね求めてない？え、みんなはさ、ザ・マンパワーは知ってるの？みんなザ・マンパワー、私すぐさハロプロの歌歌うとさみんなって言っちゃうんだけど、大好き。コンサートの1曲目だった。石川梨花ちゃん卒業する時のツアーの1曲目。でもさ、これどっち歌うかむずくない？ミレギルの方歌うか。マンパワーがミレギル、ミレギル、どっち歌えばいいのこれ。物がつい、マンパワーが素晴らしい、マンパワーってそれが僕らさ、あ、まだ歌った。みんな、どっち歌えばいいの？まだガッツイ、ガッツイびっくりした？素晴らしい、それが枕さ、イエーイ。グラウンドでシャンとかざす最新の夢は、初恋のキスのように無我夢中、ミキティは、が素晴らしい、マンパワーで、それが僕らさ、未来を変えよう、過去は過去、たとえ今からもそうやらなきゃだね。ミステリアス地球にはまだ未知なる部分ある、僕ドンドン。ノリノリすぎる、ノリノリすぎるって。ねちょっとトイレ行っていい？ねちょっと漏れそうなんだけど、トイレ行っていい？だって生きていかなくちゃいい曲だよね、ナッチの。ちょっとさ音消してトイレ行かして。みんなもさトイレ来た人は行っておいでよすぐ戻ってくるか。私トイレめっちゃ早いんだから、すぐ戻ってくるよ。すごい喋ってたのにミュートしてたごめんなさい。撮る早いでしょ、ごめんね。そう、でもデニムだったからこれでも遅い方。じゃあ続きいくね。え、聞こえてるよね。え、聞こえない？聞こえてる？さすがにちょっとみんなが知ってそうな曲いくわ。一回ハロプロでも
これなんか来てたリクエスト、一回みんなが知ってそうな曲、手はトイレの中で洗った。これは知ってる人多いんじゃない？これ大好き。Yes, when the light 夢の翼を広げ Break through 自分を打ち破れ。あ、早かったね。でも何がしたいとか聞くけれど、話せばびっくりするじゃん。知らないこととか始めると超不安な顔するじゃん。僕らはまだ夢の途中、みんなみんなそうなんだ。もういい今けれど Goodbye bye、 チャンスはそこにある。 Yes, when the light 一郎霧の人生、 お腹いっぱい学ぼう。 Yes, when the light 夢の翼を広げ、 Break through 自分を持ち破れ。答えはいくつもあるんだと教えてくれた先輩。恋人の夢を知った時、あなたちらしい感じた。全てはまだ学ぶ途中、みんなみんなそうなんだ。そうで愛そしてグッバイバイ、笑顔は忘れない。あ、なんか外れてる。 Yes, when I love 歌は5曲超えてどこまでも進むよ。 Yes, when I love 愛の翼を広げ、 I'm here 今ここで叫ぶぜ。こんな曲欲しいな。ライブでこれ流れたら本当にテンション上がった。マジ最高すぎる。最高。ちょっと最高なんだけど。じゃあ一回あややの静かな曲挟もう。ちょっと私のあれが。
なんだっけ、体力が結構でもあややもうだいぶ歌ってんだよね。ここでもどうしよう。ザ・ラストナイト歌ってなくない？ザ・ラストナイトにしよう。これ大好き、小6の時。一回のバラード挟まして、ここにいるせいで上がりすぎた。あ、ナッチね。あ、ちょっとくしゃみ出る。自由すぎ失礼いくよこれいい曲、これ本当にいい曲、みんな本当にいい曲だから聴いて。さあ、ラストナイト、最後の夜、これでみんな一回落ち着こう。むつむいたままでわざと返事をせずにいた。きっと何か言葉にすれば涙流れだろうな。うつむいたままで車助手席1時間、公安の駐車場だからエンジン音が響く。 Just last night 指輪初めてだった、嬉しかったんだ、少し期待のバースデーサイズちょっと大きくて慌てた姿全部愛しいまま、冬が始まる。いい曲、今歌うの迷ってる。でもいろんな曲歌いたいからやっぱやめよう。本当にいい曲でしょ。ハロプロのリクエストありますか？パチパチありがとうございます。でも全曲あんまりないんですよ、カラオケだから。今まであんまり歌ってないハロプロの曲がもしリクエストが来てたら、全然歌ったか分かんないけどっていうの書いていただいてもそのね、やっぱ子さんなんで昔の曲あんま知らないんですよ。男友達歌ったかな。あ、歩いてる歌えるよ。うん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 、一回ストップ、皆さんありがとうございます。一回ストップして、ありがとうね。一回歩いてる歌うから。これも本当にいい曲、元気出る。一回歩いてるを皆さんにお届けします。いい曲よ。歩いてるその先遅いなんて決めつけなど耳を貸さずに、いつの時も正義がある瞳を閉じて、世界中の歌が聞こえるよ。歩いてる一人じゃないから。
モームスのトンチキソング歌いたいな。褒め言葉の面白ポップソング歌いたいんだけど、私はやっぱモーニングカレーかすき焼きか、あ、すき焼きないんだ、あ、すき焼きあった、すき焼き。でもさ、 How do you like Japan もめっちゃいいんだよ。一旦すき焼き歌わせてよHow do you like this Japan もめっちゃいいんだよ。これすき焼きです。でもいい曲なの。てんてんてん、沖縄っぽい。ちょっと今ハロプロのトンチキソングコーナー、ほ、本当にいい曲なんですよ。褒め言葉。今夜は悲しいあっちに来る、みんなそわそわと待ってる、うちもそわそわと待ってる、まだかまだか、あいや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 、母ちゃん台の子が遊んでまくり、冷蔵庫にあるものチェックしてる、軽電子するもの激励して、肉やネギや愛とこんにゃくとか、こんな日はやっぱすき焼き、めでたいなすき焼き、テンション上がるすき焼き、ララ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 ラ。要するに彼氏が初めて家に来るから、お家ですき焼きを作って待ってるっていう曲なの。すごいよ本当に。じゃあさ、ハロータの皆さん、踊れモーニングカレーと How do you like Japan はどっちがびっくりしますか、聞いたら。そう、 AKB で本当バレバレ節とかそういう感じよ。カレーの曲と日本を紹介する曲があるんですけど、カレー行く？じゃあカレーみんな聞きたい？すっごい盛り上がるんだからコンサートで。私もこの曲欲しいよ。ちょっと待ってね、踊れモーニングカレーを届けますんで、ちょっと待ってくださいね。歌えるかな？もう10年ぐらい前の曲、これね、むずいんだよね、キーが、キーっていうかのメロディーが。ちょっと雰囲気届けるね。踊れもほらめっちゃカレーでしょ。カレー、ちょうどカレー食べてる、よかった。現場のお宅だね。これキー難しい。ちょい酸っぱでもちょっと辛くて、ちょい甘でもやっぱ辛いモーニングカレー。あ、てかサッシーもこれめっちゃ紹介してたよ。モーニングカレー、モーニングカレー、モーニングカレー、楽しくてでもちょっと苦くて、気持ちくてでもやっぱ切ない、モーニングカレー。あ、モーニングカレー。あ、モーニングカレー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 。幸せは時にまた抱くまで、こう、うまさずっと味わいたい。お肉とじゃがいも、人参さ、いろんなカレーあるが、玉ねぎたっぷりコク深い、甘く辛いモーニングカレー。踊れ踊れモーニングカレー。これのダンスサイトの延長線みたいな感じじゃない？ありえないぐらい盛り上がるから。え、サシコちゃんバブルに歌ってるの？いや、報告か、歌ってたよかと思った。報告しといて、サッシーに。踊れモーニングカレー、令和でも踊れモーニングカレーを歌う女として送っといて。
そう、ツアータイトル、踊れモーニングカレーっていうツアータイトルだったのよ。びっくりしちゃうよね。お肉とじゃがいも人参さ、やばい、本当にハロプロが止まんない。私のみんながさ AKB をいっぱい聞いてくれてるようにさ、私はそれをさハロプロで育ったわけよ。そう、そしたらこうなっちゃうもん。ナッチ何があるかな。恋のテレフォンゴールだって生きてかなくちゃ。うわ、トウモロコシと空と風なる。絶対にこれ歌えるかな。ちょっと入れてみる。うわ微妙かも。でもサビは歌えるから歌う。ねえこれさ、シャンプーのさ、シャンプーの CM の歌、ちょっとサビまで待って。30前後の皆さん、確かにまた食べ物になっちゃった。食べ物、今これは待って、Aメロどんなだっけ。サラ合ってる。確かにお母さん見てたらビビるかも。え待って、分かった。めぶしい光が目覚めし時計がわり、俺を娘を起こしてくれま。え、去年ライブで歌ったのナッチ、やば。南の海と空、ムードいっぱい。でもね、なぜかとおもろこしが食べた。ブルースカイ、美しい風が髪と無邪気に遊んでる。ブルースカイ、この風に乗せて思いを運んで。知ってた？優しい。で待って、もう一個シャンプーの歌歌う。私でも何個かね、あややはシャンプーの歌いっぱいあるんだよね。ねえもそうだしさ、これ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 、あ歌ったかもこれ。歌ってたらごめん。でも今シャンプーつながり来てるから、お母さん聞いてんのかな。これもティセラシャンプー、めっちゃ使ってた。ティセラピンクとオレンジのさ、あれ、あのねえもそうだけど、もう耐えらないディスティニー、遊び仲間でもだった十分足らずね、奇跡の恋とな。離れて気づいたアミス、結構遅くない、まだやり直せる。グーザーは Let's go now。 この街は寂しくて真剣シーズンだから、ぬくもり感じたいわ。 You are my angel、 髪を撫でてよ。止まらない愛は求めちゃいけない。 Spin the night、 そしてララバイ、恋が動かります。止まらない、それはもうどこにも行かない。 Oh yeah、 Merry Freedom、 Oh yeah、 Merry Freedom。 最高。シャンプーすぎ。ヤムチャロー懐かしくない？ヤムチャローみたいな。あ、噂のセクシーガイバーンの CM ね、後藤真希さん。どんなに抱きしめて、噂のセクシーガイ。私はハロプロ女なの。もう10年20年ぐらい前の曲だからね。ヤムチャやばくない？線香花火知ってる、もちろん。やむちゃのねパンタタ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 
こんばんは、こんばんは。ハロプロカラオケしてます。何かありますか？ごまっとう誰が好き？うわそれはもう無理だよ。そんなの決められるわけないじゃん。景品ね、あのイラストのキーホルダーね。愛の種、愛の種入ってなかったんですよね。デフディバは石川梨花ちゃんが好きです。なんかあれが聞いた、ボーのね、ボーのも私結構なんかマイナーな曲をすごい聞いてたんだよな。ちょっと調べます。うわこれめっちゃいい曲。あ、めんせめしてゆすこの道歩いてくよ、何が飲もうとも。 AKB 入った最初の年の夏休み毎日3公演やってて、もうとにかく行き来の移動の時もずっとボーノのアルバム聴いてたの。マイボーイ、ちょっと懐かしすぎる。ロッタラ、ロッタラ行きます。初恋サイダーじゃなくてごめんね。もうボーノ一生聴いてた。私フレンチキスの MV 撮るときボーノの MV 見て勉強してた。ロッタラロッタラ、ロッタラロッタラロッタラ、今日はの僕たちが大人になってしまえばきっと見えてるものさえ見えなくなってしまう。今日まで僕たちが夢中になって探したものは本当は一体何だっただろう。誰かがいた幸せになるため生まれ、そして誰かを幸せにするなら生きていくんだ。どれくらい胸いっぱいの愛を、どれくらい胸いっぱいの愛を抱えたら僕ら伝えられるんだろう。どれくらい胸いっぱいの愛で、これくらい胸いっぱいの愛で君を抱きしめたその時に二人が重すぎ。愛理ちゃんがさ、こう大きいツインテールしてて、あれさ劇場公演の時にさ、チーム B でみんなでさツインテール公演みたいな、あの愛理ちゃんのツインテールみんなでやった。最高すぎ。ちょっと待って、私はあれを思い出してしまった。あー、ある。どれにしよっかな、どうしよう。うわーどうしよう、うわーどうしよう。うるせえ。どっちにしよう。うわー、一旦こっち行こう。もう今こっちモード入った。確かにそんな人と同じランウェイ歩く世界すごいよね。え待って、私が入れる前にバラライカはって言ってる人いたんだけど、すごい。揺れに揺れに揺れている乙女心、ピンチかなりかなりヤバいのよ、助けてダーリン、クラクラに何もかもが新しい世界。ちょっと聞きすぎて真似しちゃうんだけど、たくさんのドキドキ乗り越え踏み越え行くと、バラライカバラライカバラライラカイカイコの思いは止められない、もっと乙女チックパワーキラリにちょっと危険な感じ、バラライカバラライカバラライラカイカイもおどきどき止められない、もっとドラマチック恋ハレルヤ二人だけのバラライカ。やっぱあっちも歌う、そう誕生日一緒なの。
でも A メロが思い出せない。これどんな A メロだったっけ。これさ A メロどんな、届きそうに見せるのが今時の運命。甘いも合ってる、染みる胸の隙間に君のくれた笑顔、まだ途中だけ合ってる、わかんなかった、間違ってる、さあ頑張る。直線的な行ったり来たりだって止まらないで、いつか星になりたい君と二つ星。ちょっと似てるでしょ、私オタクなんだから。私はキラリちゃんじゃなくて小春ちゃんから入ってるから。本当にありがとう、すいません、接待してもらって申し訳ない。いつか星を描いて君へ届けたい。何回聞いたと思ってるパチパチありがとう。あとさ、なんかさ、それ系でさ、タンバリンの曲あったよね、なんか、あ、1,2の3でワープするならみたいな、あれ何の曲だったんだろう。それもさ、小春ちゃんいた、うん、アニメからじゃない、カズチャンス、チャチャチャン、無敵の勢いで、あなた星、それあなた星、チャチャチャン、あとハッピーみたいなの持ってる、ね、今日までの甘いにさよならを告げるわ、チャチャチャン、そうミルキーウェイ、それ北なんとか、うわ思い出せない、カントリー娘知ってる、もちろん、1,2の3でワープする、守護キャラ、この野郎本当の自分、はみ出してくんだよ、ってくんだよ夢に、この野郎本当の自分、言いたいこと言ってやれ、大好き、ベリーズ工房で好きな曲大量にあります。一回ベリーズ工房歌おう。結構ねちょこちょこここで、私はあれ歌いたいの、あれないんだ、私の好きな、そうだそうだ、好きなんだ好きなんだ、 K が好きなんだけど、シンデレラも歌ったか、あシンデレラもないの、もしかしてないかも、うわどうしよう、この前ねスペジェネ歌ったんですよ、ベリービューティー、また鏡を見つめてる、歌おう、うわ歌えるかな、ごめんなさい、ちょっと微妙、歌えないかも、許して、ギャグ100回、あと21時までのシンデレラが大好きな、でも入ってないの、これは菅井梨紗子ちゃんバージョンめっちゃ聴いてた、知らなかったらごめんなさい、ちょっと待って、多分歌える、また鏡を見つめてる、ああどうしてこんな顔よ、お、なんか落ちた、戻った、どう、落ちた、どう、更新してみんな、
ああどう描いているのでしょうか。待って、サビがまだ出てきてない。これは矢口さんと当時のハルプロキッズのなんか選抜のユニットみたいな。すいません、イクジックスじゃない方にしました。冬を感じて。なんかごめんなさい、 AKB でもありそうな曲調。欲しいって言ってる。ついにこの曲欲しい。白い東京くれ。すいませんね、ハロプロばっかり歌ってて。あいつどんな子なのかしら、日焼けとかできるかしら、だよ。この歌何？いいから。バイトなんだから。夏の間になんとかしなきゃだよ。ああ、メロン記念日さんのデビュー曲だ。記念日、明日は記念日だよ。胸の思いを強気で行こうぜ。いいよね。愛だ恋だのまるだ罰だの女の子なら考える。どうにかして土曜日懐かしい。私の性格チュ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 嫌い嫌いチュチュチュルルルン、テレビだってチュ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 ノーノーチュ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 、あなた待ってる、いつでもどこでも何でもかんでも連絡くように。まあ、大阪恋の歌っちゃおうかな。私の性格トゥ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 、嫌い嫌いトゥ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 、知ってる？大阪語に私の大体大好きな石川梨花さんが最後に参加した曲です。私で言うカラコンウィンクみたいな。え、夜8時過ぎてんの？嘘でしょ、もう1時間半もやってるじゃん。これはセリフがあるの。いつもずっと一緒やったから。誰かのセリフ入ってる、知ってる？なんで遠くに行ってもうたん？途切れ会話になんてならへん。
ギュッとされた毎日、電話メール毎日、順序を順序を。でもなんでなんでどうして終わりなんだ、仕方ないで勝たさんでよ。好きなんよ、まだ好きなんよ、何度何度伝えてもだけど途切れてる、話途切れる、答えは知ってんね。はい、いい曲、いい曲でしたね。とっても私がまださ補えてない。え、バナナサンドハモリガマでロマンティック浮かれモード、パーティーちゃんのぶこさんが歌う、見たすぎ。ロマンティックいいの花咲く浮かれモード、パチパチありがとうございます。視聴最大の恋が始まりそう。ミキティがあんまり曲なくて、会えない長い日曜日歌いましたもんね。そう、大切とかアルバム曲全然入ってないの、ミキティの。そう、ミキティもうね全然入ってないんだ。ブギートレイン歌ったよね。電話もまだ来ない、メールもまだ来ない、はい始まった。釣られないといいね、信子さん。テレビつけてないんだよね。人間みんな好きになれ、人生は一回笑うことに。ごまっと前歌った気がする、入ってる多分。ラブリュー見てみようかな一回。みかんもいい曲だよね。眩しい朝にウォーウォーチャンス、W は、ああいいな、愛の意味を教えて、恋のバカンス、恋のフーガ、デコボコセブンティーン、ロボ前ロボキッス歌ったかも。デコボコセブンティーン入ってんだ。え、あれどんな歌？変な優しさより熱い夢がいいわ。絶対これ知らないでしょみんな。もっとみんな知ってる W の曲あるよね多分。デコボコセブンティーンめっちゃいい曲なんだけど、じゃあ聴いてもらっていいよ W の私の好きな曲。これ W のアルバム曲。もしかして17歳の時の曲ってこと？セブンティーン。変な優しさより熱い夢がいい。あ、成功してる。時に強引でも誘い出して、デコボセブンティーン、気持ちと裏腹に取れない歌。好きでどれ？好きだ夜にはそうして、あなたの思いを受け入れたい、順調ダメではないのにダメと言っちゃう、なぜだか一瞬拒否しちゃう、体が意味なくすくんでるわ、どうして。マジすいません、難しかった、失礼しました。ロマも成功したんだ、失礼。今ちょっと一旦ハロプロ抜ける、ハロプロ耐えすぎた。ダメではないのにダメと言っちゃう、なぜだか一瞬拒否しちゃう、
ピース。お願い魅惑の、お願い魅惑のターあげメロン記念日だ。好きよって言わないけど分かって。AKB の新曲、いや絶対歌えない。いやさすがに新曲歌ってたらこいつまだ AKB にみたいな言われるからちょっと歌えません。アカペラではいいんだけどね。僕がいきなりつなごう謝るだけじゃ許してくれない、どうすればいい、いいんだろうね。いやカラコンウィークももういつまです、いつまで歌ってんだよって言われそうだから絶対アイドルやめないで、でも初め顔も全部知ってる私が言う。ソロ曲、ソロ曲こそ知らないんじゃないのみんな。うん、あミスユー歌おうかな。この前さバースデー誕生日のライブでさミスユー久しぶりに歌ったらいい曲だなって我ながらね作詞したの。でもこれね音源化されてないの、ライブ DVD の特典で入っていたんだけど、柏木由紀氏とかみんなには見えない。これは私の曲です。いつもと同じ帰り道、見上げた空に白い雲、ただ君のことを思う、歌いやす。この風に想いを乗せて届けられたならいいのに、遠くにいても君のことずっと見守ってる。気がついたら僕の中でキラキラ
これはドラマの主題歌でした。バッテリー問題来てる、やばい、バッテリーです。思ってるのと逆をする。
意外と歌わないこれにしよう。みんな知ってる歌詞ワック。ワックのね、皆さんといっぱいコラボしたのよ。一緒に出したの。柏木由紀なりのエンパイア。時間が足りない。一応持ち曲です、私。これめっちゃ久しぶりに歌わない？なんでこんなにも胸が騒ぐの、気づかなかったんだ。なんでもう少し早く気づけばできることあったな。夢を見てるの、どうして足りない、時間が足りない、どうして時間だけが足りない、どうして足りない、時間が足りない、足りない、時間だけが足りない。最近ね、ギャンパレよく会うよ。この前ティフやってる日に私別件で同じ会場にいて、あれでもあったし、スパークでもあったし、ギャンパレのみんなにもよく会います。じゃあビス歌えるかしら。ワック全部いい曲だから聴いてね、ぜひ。みんな今会ってます、わーって来てくれるから本当に嬉しい。まだまださ、まだ途中、まだできんはずさ。これむずい。辛いこともあるけど、自分を信じなきゃね。僕は言い聞かせて手を伸ばす。何でもできる、何でもできるんだ。どんな時でも、どんなことでも、まっすぐに向き合いたい。後悔ばかりの人生だったからかな。でもそれも僕なんて。いい曲だよね、これ本当に。もうすぐハンバー。2番歌えるかも。いつも僕は泣いちゃうんだ、せちがらいからさ。ここリズムむずい。知ってるよ、怖いこと、でもやるしかないんだね。強がりだけど続けよう。何でもできる、何でもできるんだ。どんな時でも、どんなことでも、まっすぐに向き合いたい。後悔ばかりの人生だったからかな。でもそれも僕なんて。じゃあこの後ビッシュの曲、ビッシュバッドテンパー歌って終わりにしよう。何もしないでそのままにして、そんなのは絶対嫌だし、物語絶対ないから、やれるはずだし、どんな時でも、どんなことでも、まっすぐに向き合いたい。後悔ばかりの人生だったからかな。
でもそれも僕だって。シバックはいい曲いっぱいあるんで、私は歌っていきます。ありがとうございます。じゃあ最後にビッシュさんと一緒に出したバッドテンパーという曲を歌って今日は終わりにします。あれ、ビッシュだけ出てこないの、なんでよ。あった、これをラストソングにさせていただきます。とってもいい曲です。いないいない誰もいないから、ただ自分と話した無我夢中追いかけて何も見えてなかった本当の自分見えないばかりだった本当の自分恥ずかしくて隠してた守るものを。やばい、あと 10%。 ごめんなさい、みんな更新した？更新してみんな戻ってきた？ごめんなさい、あと 10% です。続きいきます。昔と違ってるんだ、でも今の方が楽しいんだ。どんな時も思い出すよ自分こえなくちゃ、ねえ
そのカラオケしてなければ充電できるんで。よいしょ。はい、ありがとうございました。いい曲、とってもいい曲ですね。この曲、まあでもやっぱワックの曲全部なんですけど、やっぱ息をってこう自分超え、サビの頭は私なんですけど、自分超えなくちゃねえってやるんですよ。神様はなんて意地悪、うまくいかないようにっていうのがポイントです。あとは最後のいないいない誰もいないから、ただ自分、こう散々結構こう前向きなポイントがあって、でもやっぱ最後いないいない誰もいない、ただ自分と話した、で最後松隈さんに言われたのが、もう本当に絶望みたいな終わり方の歌い方してくださいみたいな、もう明るさをゼロでみたいな、本当に、あ、本当に一人しかいないんだなみたいな、孤独を感じる話したの最後のた、それを言われて、うわーみたいな、でもやってみなきゃ分かんないってなって、別にもう練習せずに一回歌ってみて、それをすごい松隈さんが褒めてくださって、確かそれ言われてから一発目に撮ったやつが使われてるんですけど、たをたってはっきり言わないんですよ。いないいない、でも多分普通に歌ったら私はいないいない誰もいないから、ただ自分と話したってなるじゃないですか。私結構こう大きい声、あの大きく口開けるんで、はいないいないって結構明るいんですよ。話した口を大きく開けるのが私の癖っていうか、まあ普通歌だいたい大きく、でもこれはとにかく口をまずちっちゃくして、最後の話したをもう口をもうできるだけちっちゃくして歌います。いないいない誰もいないから、ただ自分と話した、たこれです。もう目に光もない感じって言われました。話したじゃなくて話した、こうやって歌ってます。だからライブの時もそうやって歌うように、いないいない誰もいないから、ただただじゃなくて、ただただ自分と話した、これです。これがポイントです。もしカラオケで歌う方がいたらぜひこうやって歌うととても良くなります。あとは私の勝手なポイントで2番の守るもの、あれなんだっけ、あれ、あ、自分恥ずかしくて隠してたの、恥ずかしくては逆にすごい大きくニコッとして恥ずかしいって感じを出してます。私は恥ずかしくて、これはわざと明るくしますっていうのは自分のポイントですけど、そうなんですよ、それはポイントにちょこちょこそういうのを勝手にやったり、教えてこういう風に歌ってみてって言われて歌ったり、いろいろですね。そうなんです、それは OK でした、そのまんま。でもやっぱもうめっちゃ入ってますね、いろんな曲に。バッドテンパーいいよね、本当に好き。あのだからワック松隈さんのレコーディングに行ってすごい歌いっぱい学べたことありました。あとめっちゃ歌褒めてくれるんですよ。 AKB だと別に悪口じゃなくて、もう撮るだけというか、もう時間ないからとにかく撮れれば OK みたいな感じのこと多いんですけど、松隈さんがすごい音のこと褒めてくれたり、言ったことがちゃんとでやってくれるみたいな、すごい言ってもらえたのがとっても嬉しかったです。
一気に撮りましたよ確か。すっごいまとめて撮りました。そうなんです。っていうのがやっぱね、充電は今充電器挿してるので大丈夫です。そういうのはでもちょこちょこ、そう熱唱系私そう得意じゃないのであんまり。でもだんだんライブで歌重ねていって、ああこの曲こういう歌い方になっていくなみたいなのはよくありますね。この曲もあのでも今の方が楽しいなにどんどんこうどんどん楽しさを増していってますね。でも今の方が楽しいな、今の方が楽しいを全面に伝わるようにしてます。いっぱい歌い方は変わって、火山灰とかも絶対歌い方変わっていたし、ミスユーもこの前久しぶりに歌ったらすごい歌い方変わりましたね。やっぱりミスユーはさっき実体験ですかって来てたけど、マジでそんなことないです。ミスユーは音源先にもらって音だけあるんですよ。あのテテ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 テ、あの機械音で来た時になんか勝手になんかこう列車、あ前も話したことある、なんか列車となんか風、秋のなんか青空と列車に乗ってなんかこう遠くに行っちゃうみたいなのが思い浮かんだんですよ。ごめんなさい、私本当に作詞も作曲も全然素人だからあれなんですけど、なんかそっから広げようって最初に思って、あのあれの時にね、あの USJ で毎日ライブしてたあの1ヶ月の行き来とか大阪でいっぱい結構書いて、このミスユが一番時間かかったんですけど、作詞するのに音が多いから、あま当てんのがはめんのが難しくて、タタ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 タ、だからいつもと同じ帰り道、なんか見上げた空に白い雲みたいな、これが最初に浮かんできて、そっからなんとなく列車で離れていくみたいな、あじゃあなんかもう会えなくなるみたいな恋人、なんか男の人のなんかそういう曲になんないかなみたいな、音楽もちょっと切ないじゃないですかっていうのから考えていって、ミスユーはあ結構後半に決めた気がするな。なんかうわあの時の作詞のノートどっかあれがあったらな。それに私なんだっけ、あなたと私もでもねずっととかも全部同じノートに書いてるんですよ。絶対ないよな。ちょっと待って、なさそう。待って、あったんだけど、ちょっと待って、あった。でも私決めた、これはちょっとだけ今見るけど、これはファンクラブにします。すいません、これはさすがにとっても貴重なノートなので、すごい、ほら何年期入ってない、10年前の白雪姫のノートなんですけど、これにミスユーのレコーディングの時の歌詞出てきた。見て、すごい、いっぱい書き込んでる。私よくやるのがドラマの台本とかにもやるんですけど、こうやってわかります、絵文字、あ見えないね、赤だから、これ泣いてる絵文字とニコニコの絵文字書いてるんですけど、これを歌うんですよ。多分ここはでももう遅かったみたいだねに泣きが入ってるんで、多分でももう遅かったみたいだね悲しいにして、あとこのサンキューを多分明るく言った方がこの前向きになるって多分思って、ラボクもまた旅立つ、それがサンキューってならないようにサンキューってこう明るくするって、私この絵文字をよく使うんですよ。やばい、なんか見せれるところがあったらこれはファンクラブで公開します。でも最初何がきっかけって、秋元先生になんか思ったこととか考えてること書き留めておきなさいみたいな言われたんですよ。結構前に、確か夜風のシャワーだとかそんぐらいの時、フレンチでデビューしたぐらいの時にって言われてから、なんか日記みたいなのとかで
最初書いてたんです。日記からだんだん歌詞で使えそうなことをずっと書いてて、でそしたら歌詞書くってことになって、この毎日書いてた1年ぐらい書いてたのがあったんで、もともとで、そっから使いたい言葉を持っていって確か歌詞作ったんですよ。え、待って、これ待って、よかったって、すごいでしょ。うわ、すごっ。マジで一瞬見せようか。あなたと私の作詞のページ出てきました。すごい。うわ、でもね、ずっとも出てきました。すごい、びっくりした。てか最初ほんとそのあなたと私の本当に本当に裏話なんですけど、これファンの方に向けて書いてるじゃないですか。でも最初恋愛の曲の使おうとして歌詞にもともとのこの前のページにいっぱいあったんですよ。そのなんかあのいつも大丈夫心配ないって支えてくれたとかで、全部最初恋愛のた恋愛曲のために書いてて、だからその下になんかめっちゃ恋愛のことみたいなの書いてる。すごい。ほらこれ手書き、まあこれあなたと私だけ見せるわ、ちょっとだけ。これが多分清書、清書してる。すごい嬉しい。ちょっと字が汚すぎてファンクラブでも載せれるか分かんないけど、本読んでメモっていうか、自分で勝手にこうやってなんか移動の時とかにこうやって思ったりしたことを書いたりとか。でもね、ずっとも、でもね、ずっとさ、一人の夜空を見上げてじゃないですか。最初この歌詞だと秋の夜になってる。もう忘れてた。秋の夜に空を見上げてになってる。でもね、ずっとはデデデンデデデンって音にもうでもねでもねしかハマんなくなっちゃったの。そっから歌詞書いたんですよ。うわー、すごい。明日も笑おうもありますよ。作詞は添削全く入んないんです。これも自分で書いたらもう自分で OK なんですよ。明日も笑おうにもいっぱいなんかそれっぽいこといっぱい書いてます。君一人すら笑顔にできないとか、器用に生きるのが正解なのか、何気ない日常に幸せを見つける。でもあるよね。何あれ、何気ない日常に幸せを見つけ出す、あ、出すをつけたんだ。すごい。これはちょっとそう、曲が先なんですよ。曲がもう送られて決まってるので、すごいね。思い出させてくれてありがとう、みんな。すごい。ミスユーのページやっぱやばいわ。ミスユーのページやばすぎ、ぐちゃぐちゃ。本当にすごい、これ一番大変な。曲決めは秋元さんです。すごいわ。あ、待って、これミスユーじゃない、ごめんなさい、嘘つきました。広い世界の中で出会えたことだった。ごめんなさい、これミスじゃなかったわ、失礼しました。二人で過ごしてこの、これもそう、やっぱ文字数とかが多いと難しいんですよ。あなたと私みたいに大切なとか文字が少ないと楽なんですけど、てて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 にぴったしはめなきゃいけないんで、まず私の作詞はその音を点で書くんです。タタタタタンタンタタタタタンタタンみたいな、それに下に文字書いて当てはめていくんですね。あ、でもミスユーもありました、この後ろに。
ミスエもあります。それっぽいのいっぱい書いてる。青これはなんか単語で言ってたのかな。風に乗って思いを届け、行くんだね、秋の匂い、澄んだ青空、薄歌詞薄っても、私わざとなんですよ。もともとあんまり上手じゃないってのもあるんですけど、そのアイドルが書く詩は別になんか難しいこと言わなくていいなっていう私の勝手な。懐かしいですね。ありがとうございます。懐かしい気持ちになりました。ファンクラブでアップするか、これを見ながら配信します。ファンクラブで。ありがとうございます。もうなかなか作詞しないんで、もう今は全然詩もあんま書きたくないな大人になったら恥ずかしいです。これはちょっと写真あげるか、これ見ながら配信したいと思います。これをファンクラブで。ということでランキング発表します。滝川夫妻、東京のソアさん、まゆきさん、トラッキーさん、トビーさん、闇おじさん、ひのりんさん、サトルさん、まさぴーさん、ハムさん、そしてタワー、ありがとうございます。今日いっぱい。では短めスクショタイム。はい、ということで、確かに時間ができたからまた書き溜めてもいいけど、まあでもまあもう詩書きたくないからこれはまたファンクラブに入ってくださっている方は楽しみにしてください。ではちょっとまたやります。皆さんぜひぜひ遊びに来てください。私はいつも今までより時間ができたのでショールームによく現れるようになりました。ということで、明日はワールド極限ミステリーという番組の3時間スペシャルがあります。出ますのでぜひ、なんか蚊に刺されたかも、見てみてください。ということでまたお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。